デスチャット特番10月17日アップデート情報公開。うわ、はい、どうも、サオでございます。どうも、カネでございます。デスチャメゴリさんです。はい、ここでね、大きなニュースがございまして、はいはい、公式動画のね、チャンネルが復活しましたと。そうなんです。おめでとうございます。おめでとうございます。もう知ってる人もいるとは思いますが、その説はご迷惑をおかけしまして、はい、申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。今度からちょっと肌の露出に気をつけていきたいと思います。そうですね、そこですわ。はい、はい、本日はですね、はい、近づいてまいりましたよ、あのシーズンが来ましたと。あのシーズンですね、はいはい、じゃあハロウィンイベントの、そうですね、来ましたよね。はい、ハロウィンイベントのご紹介していきましょう。はい、はい、いつも通りですが、これから、発表する内容ですね、開発環境でプレイしているものになりますので、変更がある可能性がございます。注意してください。というわけで、ですね、ハロウィンに合わせて新チャイルドが2体ほど登場しますので、そちら紹介していきます。はい、それでは、こちらティフォンになります。はいはい、いかがでしょうかってとこなんですけど、これめちゃめちゃイケメンですね。イケメンだけどさ、最近なんかね、動物好きですよね。確かに、後ろに、そうですかね、動物さんがね、一緒にいますね。そう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 、なんか別の生命体が最近いることが多くて、まあこれ女性人気高そうですね。そうですね、めちゃくちゃイケメン。久しぶりのこう男性キャラということで、はい、ですごい新鮮な感じが結構ありますね。はい、こちら、星4の、闇属性の補助型になっております。スキル見ていきましょう。はい、まずは、ノーマルですね。ノーマルスキルでございます。ダメージを与え、最初にダメージを与え、攻撃力の最も高い味方を優先して1体のクリティカル発生率が増加します。続きまして、スライドスキルですね。ランダムで敵2体にダメージを与え、HP の残りが最も少ない味方を優先して2体に機敏性増加、そしてバリア付与でございます。はい、最後ドライブスキルでございます。ランダムで敵3体にダメージを与え、 HP の残りが最も少ない味方を優先して3体にバリア付与です。はい、ということでですね、スライドスキルでもドライブスキルでもバリアを展開できるチャイルドになっております。はい、そうですね、まあ、星4なんですけど、ちゃんと味方を守ってくれるっていうのはちょっと安心感があるのかなと思いますね。はい、そうですね、地味に機敏性とかクリティカル発生率とか上げてくれるのもありがたいです、ね。これはね、めっちゃ便利、うん、あの攻めの効果と守りの効果、はい、まあ、バランスよく持っているので、はい、あのまだパーティーがね、ちょっと不十分だなって思う人は、まあ、ぜひこれを手に入れてほしいんですけど、はい、今回あのイベント、はい、ナラティブダンジョンなんですよ。ナラティブダンジョン、はい、でこの星4基本はナラティブダンジョンの、あ、はいはい、報酬から手に入ります。なるほどなるほど。この、ティフォンなんですけど、はい、これなんか何体ぐらい手に入るとかってあるんですか。そうですね、こちら今画面に出てますけども、はい、ランダム報酬リストのこの左上のところですね、はい、はい、ここにあの出やすくなってますので。ああ、そういうことか、はい、なるほど、はい、ここをそうですね、どんどんコレクション報酬を進めていけば、うん、あのその分抽選で出るよ、そうですね、もらいやすいかなと思います。はい、はい、なるほどでございます。そして、もう1体の新チャイルドがこちらでございます、はい、ライマ、うん、ライマさんでございます。これまた YouTube 大丈夫ですかそうです、ね、これ大丈夫ですか。これ大丈夫、大丈夫かな、はい、分かんない。まあ何度も復活すればいいんじゃないですか。そうですね、はい、不死鳥のごとく、はい、でまたね、後ろにね、生命体じゃない生命体がいます。そうですね、はい、まあ、最近の流行りなんですかねスキルも見ていきましょう。はい、まずは、ノーマルスキルでございます、対象にダメージを与え、デバフ中の味方2体のデバフ効果を、確率で解除、1個解除です。続きまして、スライドスキルです、対象にダメージを与え、攻撃力が最も高い味方を優先して2体に、スキルゲージチャージ量の増加プラスデバフ効果回避率の増加。最後ドライブスキルです、ランダムで敵3体にダメージを与え、闇属性の味方を優先して3体にスキルゲージチャージ量増加、そしてノーマルスキルダメージの増加でございます。はい、というわけでこちらはデバフ対策が可能できる方ですね。そうですね、あの、はい、スライドスキルで攻撃力が最も高い味方に、まあ、スキルゲージチャージ量の増加プラスデバフ回避率上昇なんで、はい、めちゃくちゃ戦いやすくなる、はい、そうですね、はい、あとはまあ加えてノーマルスキルではそのデバフ解除をですね、はい、持っているので、うん、これもちょっと使いやすい部分かなと思いますね。はい、はい、あとスキルの中でですね、はい、スキルゲージチャージ量の増加と、はい、ノーマルスキルダメージの増加、うん、これがセットでドライブスキルもあったりするので、ドライブスキルについてる、はい、まあ、これはあのフィーバータイム前とかは割といいんじゃないですかね。そうですね、うん、
ババババってダメージ与えた後もスキルゲージチャージ量上昇が続いているんで、そのままですね、なんか流れに乗っていけるっていう感じで非常にいいかなと思います。今紹介した2体が活躍するイベントがこちら、シークレットハロウィンです。シークレットハロウィン、はい、こちらが先ほど言っていたハロウィン仕様のナラティブになるっていう話、シークレットなんですよ。はい、シークレット、シークレットハロウィン、何がシークレットなのか。そうですね、何が隠されてるんですかね、こちらには。おっぱいですね。そこそれはすでに隠されるべきものなんです、はい、それもうすでに何か見たらもう分かるみたいな。何も隠れてないみたいな。はい、今回この、はい、ナラティブダンジョンのストーリーの最大の注目はやっぱりライマー、ライマーがこう特徴を見せてくれると思う。はい、特徴、はい、特徴、特徴、うん、まあ、その部分がちょっとシークレットなんであまり詳しくは言えないんですけども、はい、弱者フェチというちょっとキーワードが取り込まれるんですね。新しいですね。なるほど、はい、新しい扉ですね。なんだ弱者フェチって。あ、でもなんかなんとなく主人公を放出させませんか。まあそこになんかつながりがありそうですよね、はいはい、フェチってなんかねあまり聞いたことないところですよね。そうです、弱者フェチみたいな。守りたいんですかね。そうですね、どうなんですかね、庇護欲が駆り立てられてしまったね。まあ、そこにそのシークレットハロウィンというこのタイトルのコンセプト型が被ってくると思うので、多分そのストーリーをですね、ぜひ進んで読んでもらって、そこに何が隠れているのかをぜひ見てほしいですね。はい、かしこまりました。はい、そして続けて皆さん多分気になっている報酬ですね。はい、今回このライマのコンセプトの装備、まあ、3点いつもの装備があるんですけども、今レイピアがね、はい、出ますね。はい、あとこのドクロと、はいはいはい、それをぜひですねゲットしていただきたいなと。はい、で先ほども言った通りティフォン君の方が、ね、はい、手に入りますので、ランダム報酬が、はい、あります、ね、それが目玉になっているかなっていう感じですね、うん、はい、そして今回のブーストチャイルドがですね、先ほどのライマさんとティフォン君、はい、そして、はい、マーズが、うん、そうですブーストチャイルドになっている。ティフォンを早めに入手してしまえば、そうですね、地域の方でもブーストを使える、うん、そうですね、うん、はい、はい、今回これナラティブダンジョンだけではない、はい、イベントが、そうなんですよ、聞いておりますが、はい、皆さん多分待っていたであろう、はい、待っていたであろう、はい、ごく一部のコアのファンの方も楽しみにしているであろう、はい、分かったぞ、はい、アンダーグラウンド極みの開催です。来ました来ました、来ました、来ました、ついにこれね、5ヶ月ちょいとか5ヶ月弱とかその辺の振りなんですよ。そう、 そうなんですよ、はい、なかなかこうタイミングがなくてですね、はい、ついにいよいよ開催となってんです、はいはいはい、今回は光属性のクロセル君です ね、うん、そうですね、なるほど、はい、口にもありましたね、うん、はい、まあ、ちょっと気になるところなんですけれども、まあ、5ヶ月経ちましたよというところで、まあ、前回となんか変わったところとかあれば、はい、調整部分とかあれば。そうですね、はい、報酬周りがちょっといろいろ手を加えていて、はい、温泉の提灯ですとか、はいはいはい、カルタを育成するための枕ですね。あー、なるほど、はいはいはい、ああいうのがこうたくさん手に入っていですとか。そうですね、枕、はい、めちゃくちゃレアアイテムがありますはい、ありがたいと、はい、カルタ本体よりありがたいんじゃないかぐらいありますけど、うん、はい、まあ、そうですね、はい、パラメーター上げると本当にカルタってすごい、はい、パラメーターが高く上がるの で、はい、いいですよね、ありがたいです。報酬変わったということで、はい、なんか目玉、これが目玉だぜみたいなのあったりしますか、ね、うん、今回は目玉報酬は星5プリズムカルタチケットですね。あ、プリズムでもらえちゃうんですね。そうですね、すごいですね。じゃあもう枕ゲットできてるんで、うん、まあそれで手に入ったプリズムカルトを1番と順風満々ですね、素晴らしい、はい、素晴らしい、もう一貫しているし、ありがたすぎます、ね、なっておりました、はい、まあ、他にもね、いい報酬いっぱいありますので、そうです、ぜひ、はい、ちょっと高難易度のダンジョンになるんですけれども、うん、それをね、クリアした暁にはカルタがすごく強くなりますよ、はい、っていうところなんで、うん、ぜひプレイしていただければいいかなと思います、はいはい、というわけで最後に、うん、先行、いつも通り先行プレイを、ね、はい、ライマ使って、そうですね、行きたいですけどね、はい、じゃあ行ってみましょう、どう、はい、出ない、ほんとすいませんけど、おや、まだバランス調整で実はこの仕事間に合いませんでした、すいません、なるほど、まあそうですね、はい、極みはまあ初見でね、そうですね、うわ強えってなってもらった方がいいかもしれない、まさかこう来るかみたいな無理やり、まあ、そうですね、ファーストインプレッションを大事にしましょう。はい、そうです、はい、こう僕もまだですね、ちゃんとプレイできてないので、まだバランス調整中だよっていう話が来てるので、うん、はい、これがちょっと結果どうなるかですね。そうですね、ぜひ当日に皆さん、はい、遊んでみてですね。お楽しみに、はい。はい。はい。まあそうですね、1週間前ぐらい今撮ってますので、うん、皆さんがね、この動画見てる頃にはちゃんと調整終わってるんでね、はい、そこは安心してください。
というわけで本日の先行情報内容は以上になります。まあ、そうですね、あのアンダーグラウンド極みに先行プレイできなかったんで僕の生きがいが一つ減ったんで皆さんより早くねやっちゃうんで、はい、そうですね、まあ、ぜひ盛り上がっていきましょう、はい、アンダーグラウンド極み、はい、実はですね、はい、まだちょっと他に情報もあるんですけど、はい、あの、明日アップデート終わったとさらに翌日ですね、翌日18日、朝4時から、はい、2周年オフラインイベントに関するちょっと情報を出していきたいなと思います。そうですね、確かに時期的に2周年ですね。はい、そうですね、そうなんですよ、こう来るんですね、はい、どんな情報が発表されるかは、はい、ちょっとその時にサプライズ確認していただければと思いますので、はい、じゃあ18日から何か始まるかもしれないというね、そうですね、情報でございました。はい、それでは今回の特番は以上です。皆さんご視聴ありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。